2024年8月11日、石狩湾新港へ家族でシャコ釣りに来ました。時刻は17時30分、シップヤード付近に日本丸が停泊しています。カメラを構えている人が多かったです。前回かなりいい思いをしたので、またシャコを狙っていきます。いつものシャコ仕掛け安売りしてた。レジャーセット1100円。352円。いつもの100円引きなので超お得なのだと思ったのだが、釣り具ってシーズン終わりに値引きするよね。もしかして、もしかするとちょっとやな予感。磯目を餌にして針先が隠れる程度に、一つの仕掛けに3本針が2つ、合計6箇所に磯目をつける。この釣りで一番しんどいのは、針先にうにょうにょ動く磯目をかけるところ。しゃがんだ体勢で集中してイライラするので、自然と血圧が上がるのだ。これ実況中継してみて。実況中継してみて。磯目がコンクリートの上でひっくり返って、うん、なんか頑張ってどこかに行こうとしています。本当だね、脱出しようとしている。どこに行こうとしているのか、うん、でも残念ながらね、こいつはね、音に切り刻まれてシャコの餌になるんですよ。こっちが海で、こっちは道路です、ね。あ、なんか奥も手前もほれほれほれ、もやもやしてるけど、風によるもやもやなのか、うん、何なのかが、うん、全然わかんない。わかんないほどの動きで、これ風だな。じゃあ最初のは何だったんだろう。でもさっきピクピクってしたから、ほんとビータロはついてる。うん、多分食べてる。うんと食べてるかな。さっきよりチビチビ吸ってるのかな。竿先眺めながら、いろんな想像を巡らすのが楽しい。どう？おお、なんかついてるね。ゆっくりゆっくりでいいよ。激しいね、あんた。激しいね。外れちゃうからね。あ、もう外れたんじゃない。重かったでしょ、うん、軽くなった。いや、巻き切って一回、餌なくなってるから。あ、なんかまあ、ハゼだね、これハゼか。なんだろうね、何が。巻いて、何もついてない。夕日に映える日本丸、平和だな。今日はシャコオルスかな。後で調べたら、8月のシャコは保育の時期らしく、メスは巣穴で子育て中だそうな。場所が悪いか時期が悪いか分かりませんが、まったりモード。こっちはハゼで、こっちはシャコっぽいな。こっちがハゼで、こっちがシャコだね。おお。これなんか綱引きみたいな引きがね、シャコなんだ。上げてみるのだ。重そうなのだ。これはシャコじゃないかい。あ、抜けた。茶色の生命体が海の中に消えていったのだ。ハゼ。
いやでもなんか途中で抜けなかった。なんかね、スポンっていったよね。尺と羽が一緒に。うん、ダブルでついてたね。いらないやるまで悪いやつがいた。うん。染まれるよ。でもミーが撫でても挟まなかったよ。モンハナシャコ的なカラフルさが足先にあるね。うん、そうだよ、ちゃんと青い、ね。この失れたのはハゼとガザミでした。背中かえな。このままじゃ終われない。登別マリンパークに来たのだ。うわ、すごっ。でかっ。森別マリンパークに住むには、シャコの可能最大種、トラフシャコがいるのだ。これくらいあるシャコ、ね、シャコ、このシャコでかっ。でかすぎでかすぎでしょ、これ。トラフシャコは最大で40センチにすごいでかい、ね、この水槽で飼われている。30センチ以上はあった。生息域は紀伊半島以南の南の海で、そもそも巣穴は腕が入るほどのビッグサイズ。ちょっと見間違いなのだ。味は悶絶するほどうまいらしい。以上、シャコが釣れなかったので、登別までシャコの世界最大種をユニーク動画でした。森別マリンパークニクスにはイワシを使って音楽に合わせるイワシショーもあるのだ。なんと音楽に合わせてイワシが踊る素晴らしいショーなのだ。なんでイワシを踊らせることができるかというと、それは一定のお楽しみ。釣り人ならそのからくりがすぐわかるはずなのだ。口開けてくる、めっちゃ口開けてくる。この口を開けて泳いでる映像、すごいですよね。これは何だ？イワシって口を開けて水中のプランクトンをかき集めてるんだなと思いました。呼吸なの？こう見るとマキエってイワシに口を開けさせる効果があるんだな。いやもう完全にプランクトンを捕食するためにこう口開けてんじゃない。ほら、もうこことか全員口開けてくるよ。